どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。クソほど頭悪いねデッキを作ってきました。世界一頭が悪いデッキと、言っても過言ではありません。マジで頭悪いです。マハーバイロにいっぱい装備するんだけど団結したいっていうだけ。今日はマハーバイロって装備カードの、数かける500ポイント打点が上がるっていう結構脳筋モンスターなんですけども、このマハーバイロに団結したいっていう、本当にこれ俺すごい昔使ってたんだよこのデッキ。ほんと小学生とかの時、小学校低学年ぐらいの時、マハーバイロに団結の力つけて、なんか一人団結とか言ってつえーとか言ってやってたんだ俺。これめっちゃ懐かしいんだよね。これを30歳になってやるっていう。頭割るっていうね。で一応なんかドローセンス光で持ってこれるようにしてますけど、もうなんか防御ないんでこっち、防御力ないんでカイトロイドで耐えます。で団結の力って横に並ぶデッキじゃないとダメなんですけども、まあ、一応気持ち程度のエアトス入れて一応横展開できるようにしてますね。でカイトロイドで、まあ、防御一応ライフ守って、ドローセンス光のライフ調整をしていくみたいな、そんなイメージです。まあコズミックサイクルとかね、この辺と。はい、というわけで世界一頭が悪い男による世界一頭が悪いデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。またうんこみたいなデッキを作ってしまったぜ。頭悪いんですよね。僕ね、多分世の中で一番頭悪いんですよ。ちょっとこういうデッキ作りたくなってしまうんですよね。わかりますか。もうこれとか一切団結する気ねえし、ドロー。なるほど、一発コズしますか。一発コズしていく。これでサイバネティックオーバーフローを俺はぶち抜いていくから、ぶち抜いていこう。あ、使っていく。確かにサイバーロードフュージョンの種を除外ゾーンに置いておきたいって感じでしょうかね。はいはいはい、なるほど、了解。でマハーバイの召喚は何もない。で一人団結するわ。今から僕一人団結するんで。コズミックサイクロンだ、1枚あれコズミックサイクロンや。シールドバッシュつけていく。で団結していく。一人団結、一人で団結、いけマハシュート。でどれを除外しますか。どれどれ、それ除外しても足りていくんだな。このデッキ頭割りすぎだろ。さあお相手の方、ユベラー結構どうなんだろうな、なんだ普通のユベルか。大将ランテも今あんま使われてねえもんな、多分だけど普通のユベルなんじゃねえかこれ。まあね、結構なんかそのケイシーファーストぐらいっていますよね普通にね。セットなんかユベルっぽいけどなこれ普通の。ちょっと一回カイトロイドで耐えて、で装備カードちょっと集めに行きましょうか。今結構団結できるんで、2体いるからエアトスが出せばね。で役者ぶん投げて、一発投げましょうか。一発ぶん投げて、多分ねこれね役者ビートしてくると思うんだよね俺何もしなければ。俺多分これ何にもしなければ多分役者ビートしてくるから、あの人。だから役者ビートして調子乗ってきたところで役者をワンパンしよう。それがいい多分一番。オッケー、炎王のこと、オッケー、炎王のこと。これユベル出してくんのかな。これユベル出してきたらやばい、めんどくさい非常に。キラートマッツ、はあ、はあははあ、まあ確かにそれユベル出せるかな、受けるか。一応これ使うか。でユベルだけあじゃなくて、役者だけ食らおう。オッケー、よし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 。でこれでスキルは発動せず、次のデッキトップが装備カードである、マハーさん行く。でエアトスさん行く、エアトスさん行く。でシールドバッシュつけて、でこれで1500アップ、団結、これで2100アップ。頭悪いこのデッキ、頭悪いこのデッキ。
史上最強に頭悪いだろこのデッキ。いやー楽しいなこのデッキ。このデッキ結構楽しいぞ。結構楽しいぞ。なかなかにバカだからやってると。世界一バカだからなこのデッキ。何が団結だよ。もそもそもマハバイロって団結の力より普通にシールドバッシュの方があの装備打点的に上がるっていうね。団結は一応横並んでると強いんですけども、1体に装備するカードではないんですけどね。基本的にはマドルチェ珍しいな。珍しいね。そろそろマドルチェの強化も、お願いしたいところではありますが、まあ、ちょっとエクシーズ召喚が結構本気っていうのあるんでね。あのデッキはエアトス来た、エアトス来たか、まあ、エアトスで殴ってく普通に、まあ、1回普通に。これさ昔よく やりませんでした。なんかあの1体しか出したないのに一人で団結して一人団結っていう団結の力を1体しかいないのにその実に装備してなんかドヤ顔で一人団結っていう。もう普通に投げればいいんじゃない。これちょっと罠怖えわ。つけねえわ。殴るわ普通に。はい、カイトあるか死なんでしょ。お、なんですか、なんですか、罠、なんか罠か、罠、攻撃反応系の罠がありますね。なんでもいいですわ、こいつはおとりなんで。エアトスちゃんはおとりなんでね。ラフェール、ラフェールって実装ないんかな。でもエアトスがもうカードであるってことはもうラフェールはないんかな。あのもみあげおじさん、もみあげおじさんのカードなんですけど、これ世界一もみあげが長い男、あいつのカードなんですけど、ラフェール実装してくんねえかな。マドルチェ、ホットケーキが強い。きた、ホットケーキで除外して、なんか違うマドルチェモンスターが出てくる。なんだっけ、プリンセス、まあ、多分プリンセスかなんかなんじゃねえか。プリンセス、はい、強い強いプリンセス。2300、こいつ破壊されると、破壊されるというか戦闘を行うと相手のカード破壊できるっていうね。これは一回食らうか。これ一発食らった方が良さそうだな。でこれでスキルを発動していきましょう。さあ謎のスキル、ドローセンス光ケルベロス周回かよってね。ケルベロス周回してんので、こうして、でこれ多分ね、あの魔法、間違えた、あの癖カード、攻撃反応ゲロ罠なんですよ多分。分断であることを願おう。もう行こう、一人団結、一人団結、はっバトル、いや、一人団結よし、これ足りんじゃないか、これ足りるだろ、これ足りる、よし強い。マハードさんさすが男の中の男。さあお相手の方、万丈目純さんよろしくお願いします。デュエルスタンバイ、デュエル、ほら光の速度でターンエンド。まあエアドスがやっぱりね、なんだかんだ強いっすよね。簡単に特殊召喚できる2500って強いっすよ。 OCG と違ってね、あ、モジョマッチング来た。 OCG と違ってあんまりなんだろうな、墓地超える前に手札来るんで、結構その20枚しかないからデッキが。でもエアドスって結構リンクスにおいてはすげえ強いんだよね。あとこいつすげえ俺気に入ってるんだよ、可愛いし、可愛いんだよ。てかさ、この間さ生放送のコメントでさ、やべホールしてきた、レベルアップ、やべ、なんかすげえこと起きてる。いやそれはやばくね。こいつってさ永遠に魔法止めてくるよね。もうスキルを発動するんだけど、スキルを発動するんだけど、え、これ永遠に止めてくるよねこいつ。え、積んでるんじゃないこれ一応でもやるしかないか。なんかワンチャンなんか謎のプレイングにかけて、これ魔法だって、魔法しかないよ俺デッキの中。え、これ魔法も止めないっていうさ、意味わからんプレイングしないから。ホルスとかいう最強カードやばくすぎん。なんもできんのだけども、俺魔法カードしかないもん、デッキの中、デッキの中魔法カードしかないよ俺。
おかしいよ、なんで、なんで俺だけがこんな目に遭わなきゃいけないんだ、なんでだ、どうしてだ、どうして、どうして、なんだよホルスって。しかもなんか出し方ちょっと上手いし、なんかおじゃマッチングからのなんかアドバンスホルスからのレベルアップ、なんかちょっと上手いし、ちょっと遊戯王が上手い。ホルスなんて来たらもうマハーパイロさんの人生はおしまいだよ。これしかアイデンティティがないんだから。